様の囲み取材といった形にさせていただきます。改めまして、この度、シュートボクシング対、ドリーム、対抗戦という形で2試合が決定いたしました。まあ、そのあたりの、経緯等々も含めまして、ドリームイベントプロデューサーであります笹原啓一さんの方から、様の方から、コメントを頂戴したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ参戦の経緯みたいなのをまず話したいと思います、ね。はい、まあ、さっき石田選手からお話があった通り、まあ、石田選手の方からこう直訴、ぜひチャンスがあればやってみたいという話をいただいて、で、まあ、そもそもその、まあ、DJ 選手カードが決まったり、シュートボクシングさんと何かこう面白いことができないか、まあ、対抗戦的なことができないかという話の中で、石田選手から直訴を受けて、で、新座会長をはじめ、シュートボクシングさんとお話をさせていただいて、まあ、試合が決まったというのが、経緯ですね。はい、それでは、記者の皆様から何か質問等々がございましたらお願いいたします。はい、石田選手、フェザー級の今、連勝中で上り調子、はい、まあ、中心になってくださったと思うんですけども、はい、そういう選手をこのタイミングで外の違うところに出すっていうところでは、かなり勝負の匂いがあると思うんですけども、判断はいかがでしょうか。そうですね、さっきだから、石田選手とも話したんですけど、最初だから、この、違うジャンルに出てくることに対してやっぱりリスキーじゃないですか。まあ、石田選手はそういうリスクは関係ないって言ってましたけど、やっぱりリスキーだなと最初は思ってたんですけれど、よく考えてみるとやっぱり逆に別のリングに出てって勝った時の、まあ、見返りっていうかリターンですよね。衝撃度だとかで、やっぱり当然総合の選手って立ち技の試合に出ていって、まあ、普通こう例えばこの前の池本選手みたいにこうローで削られて負けちゃうみたいなことが多いと思うんですけれど、逆にやっぱ一発こう食って勝った時の、衝撃度の大きさって本当に大きいと思うんで、そういう意味ではなかなか簡単にこうね、じゃあ S カップ出たいですはいどうぞって話じゃないと思うんで、そういう運も含めてこういうタイミングで出られることはすごくいいことだと思いますし、それを掴んだ時に石田選手にとっては間違いなくプラスになりますし、総合格闘家としてステップアップしていくための本当にいいステップボードになる、変な意味じゃなくてのステップボードになると思いますので、まあ、答えはねリングで石田選手が出してくれると思うので、ぜひ結果を残して大晦日でつなげてほしいなと思います。はい、他に質問ございますでしょうか。ご質問があれば、石田選手、まあ、シチュエーションはちょっと違うんですけれども、以前そのチームメイトの川尻選手が K1 に挑んだっていうのもありましたけど、その辺のことっていうのは意識されたりしますか。川尻選手が同じようなことでやられたっていう。いや、そこまで意識はしてないですね。はい、他にございますでしょうか。笹原さん、はい、先ほど吉田選手は9月の試合とかで自分の試合が結構不甲斐ないということをおっしゃってたんですけど、はい、笹原さんとしては これまでの2戦の吉田選手の試合を見てどういうふうに感じましたか。そうですね、まあまあ、石田選手ね、自身が不甲斐ないと思うんであればもうそれはそれでいいと思うんですけれど、僕はこの前の1期戦に関して言うとすごく石田選手の執念を感じる、まあ、いい試合だったなとは思うんですけれど、それ不甲斐ないっていうふうに感じるっていうのはもっとファイターとして高みを目指しているっていうことだと思うので、それが今回こういう形で新しいところにチャレンジする、挑戦するっていうことだというふうに捉えてますけど、ドリームとの対抗戦って先ほどおっしゃってましたけど、そういう面ではプロデューサーとしてもやはり負けてほしくないという思いっていうのは強いと思うんですよ。その辺は大丈夫です。看板を守ってくれるはずです。
大丈夫、大丈夫。いや、石田選手もこれで、さっきもう話をしてたんですけれど、まあ、総合のキャリアは27戦かな、8戦かな。で今回が、まあ、含めて、まあ、約30戦ぐらいやってるんですよね。なのでやっぱ30戦って相当のキャリアだと思うので、そういう経験っていうのはやはり若い選手にはないものを絶対持ってるはずなので、海外でもやってますし、海外のそのすごいアウェーの状況の中でもやってますし、当然日本のリングの中でもすごく厳しい状況で戦ってましたし、そこで結果もちゃんと残してきている選手だと思ってますので、この新しい挑戦でもきっと答えを、結果を、きっと答えで結果です、結果を出してくれるというふうに期待はしてます。思いっきりプレッシャーをかけて。どうぞ他にございますでしょうか。今プレッシャーをかけられた立場としては、ドリームの看板を守ってた上で欲しいご褒美って何かありますか、笹原さんから。そうですね。どうですか。はい。ですね。あとは大きいケーキを食べて。じゃあケーキと。お味噌か。スーツですね、スーツ。体のサイズに合ったスーツをちょっとプレゼントしたいと思います。お味噌かの方は総合ルール、それも立ち上がるルールとは。いや、まあそこは、はい、流れの中で、はい、まあ、試合に集中したいです。勝てば絶対おみそかでうちはね、出会ってきますから、リングで思いっきり勝ったらアピールしてほしいですよね。それではお時間の都合もありますので、もしございましたらあと5分ほどでですね、質問を終了させていただきたいと思います。いかがでしょうか。続いて最後の質問とさせていただきたいと思いますが、ございますでしょうか。どうぞ。ございませんか。あ、社長主任、はい、今打撃に取り組んでいるというテーマもあるは、まあ、総合の選手としてシュートボクシングです、まあ、投げとかスタンディングのサブミッションだけではなく打撃も含めた上で勝負しているという選手はかなり強い。そうですね、シュートボクシングのルールですので、別にキックボクシングだけではないんですから、投げもありますし、立ち関節もありますし、そこもまたそういう魅力的な部分の一つだと思いますので、そういったルールを生かして戦っていきたいですね。はい。はい。ちなみに打撃で得意なのって今ユーロ派で何がありますか。ダブルパンチです。これなんですか、怒られちゃう。いやいやいや。キャント選手すいません。白井選手も出してましたから、ね、大丈夫です。ホワイトキャット。ホワイトキャット。ダブルハンマー。それでは、